さあアポデゴ新要素いろいろ検証していきましょう。まずはカメハメハとキントーンが再登場。さあ盾でガードできるのか。ガードできる。じゃあ盾を投げてもガードできるのか。これもガードできる。さあスマッシュは貫通するのか、あるいは修正が入ってガードできるのか。ガードできるようになった。ちなみにカメハメハと同じで設置してもガードできる。さあカメハメハとスマッシュは連続打ちができるのか。連続打ちできる。続いて以前使えたキントーンキャンセルは今もできるのか。以前と同じくキャンセルできる。さあ新拡張5種類いきましょう。まずはハーベスター。物資を壊すとアイテムが出てくる拡張で、あと食べる系アイテムの回復量がアップする。シールドキノコを食べた場合回復量が5から10になる。そしてブッシュを壊すとブッシュボムが出る時もあって、そのブッシュボムを壊してもまたアイテムが出る。ちなみになぜか落ち葉ブッシュからはアイテムが出ない。続いてはリフトジェクターシート。シールドが割れると裂け目が出現する拡張。ちなみに敵もその裂け目に入れる。なので近すぎると同じタイミングで入ることも。コンロ落とした。あ、忘れてた。コンロ化お願いします。よかったらチャンネル登録もお願いします。続いてはミシックミューニション。ミシックのピストルがゲットできる拡張。リロード激早。さあダメージいきましょう。頭が58、体が29。これピストル系の拡張も使えば強そう。さあ白ピストルとリロードの速さを比べてみる。左がミシックで右が白。
じゃあこれにリロードが速くなる拡張をつけて白ピスと比べてみる。まあ、パッと見そんな変わらない感じがするけど、実際マッチで敵とやり合ってる時はこの差は絶対にでかい。スローで見るとやっぱり全然違う。あとビクロイ語エモートできるようになりましたね。続いてはシャドウストライカー。コンテナを開けるとシャドウボムが出る拡張。使うとシャドウ状態が5秒間続く。緊急の時に一旦引くのにちょうどいい。さあラストは IC スライド。スライディングした時に足が凍る拡張。氷のスピードが加算されてより素早く移動ができる。スライディングが終わると氷もなくなる。ただ使っててちょっと自由が効かないと思ったので注意が必要。以上が新しい拡張5種類でした。続いて新 NPC 行きましょう。ランドマークホールオブウィスパーズにいる NPC レブル。場所はアンビルとスラッピーの間でブルータルから南に進んだこの場所。盗賊団だとか奴らの強奪だとかに巻き込まれたくないわ。雇うことができてファルコンを販売。まだまだ新要素他にもありますが、今回はこの辺でお別れです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上赤堀でした。バイバイ。お疲れ。